これでかいぞ。これはでかいぞ。これ絶対でかいよ、はい、皆さんこんにちは、タダチャンネルのお時間でございます。はい、8月22日え本日の気温25度なんですけど、もうねカブトムシの気配がだんだんとなくなってまいりました。まあ、この終盤にねどんだけ取れるか、本日はね結構がっつりめに採集していきたいと思います。はい、米付き虫発見でございます。お、跳ねた。これ跳ねるんですよね、こうやってね。ほら見てください、このカチャカチャって言ってる、パチンパチンって言ってるでしょ。跳ねるシーンできない。ほらほらほら跳ねた。いきますよ、いきますよ。ほら跳ねた跳ねた跳ねた。これ米付き虫って言います。はい、米付き虫コクワやね、これは。まあ、でも本日も第1匹目コクワ型発見いたしました。ちょっと欲しいね、この大きいコクワ。はい、コクワも終盤ですね。粘膜オオロギ、そしてノコギリ、カミキリですね。昆虫も終盤になってきました。キリの小さい個体引かれたてやね。うん、いよいよ終盤になってまいりました。これが増えてきますからね、この大水青が増えてきますからね、これからの時期。気持ち悪いな。死にたてのノコやね、ノコギリのメスです。卵ちゃん、この黄色いな。いや、ここでも見て、ヘビトンボの率高くない？あ、ヘビトンボまたここにもいる。ヘビトンボ率高いんですよ、ここね。川の橋の上なんですけどね。ヘビトンボ掘れますね。掘れ掘れしますね、この魚。あ、ここにもね。両家いますね。何本払っていけるか、先ほど。ヘビトンボ。これは生きとんか、これ。おお、ほら見て、この大アゴ見て。この大アゴ見てください、これ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 。ほらほら、攻撃性の高い。ヘビトンボです、これがね。スタートだから。お、街頭に集まってきた虫を狙う。おお、お前。カマキリです。ごめん、帰るわ、ちょっと。入ったな。まあこいつも綺麗な答えやね。ヘビトンボの量がすごいね、今日。かっこいいね。このね、ヘビトンボをちょっと飼ってみましょう。どでかいがいいかな、向こうの。どでかいやつ選ぼうかな。アナグマやね、また。自然豊富で。ちょっと行ってみる？住んでみようか。カブトムシメスか。メスです。オス欲しいね。まだギリメスいますね。さて、おらんか。止まってないだろうか。おらんね。でも新しいね、新しいメスやね。引かれたてのメスやね。もったいない。嬉しいですね。カブト嬉しいですね。まだいますよ、8月でも。まだいます、8月終盤でも。比較的元気な個体です。はい、3匹目ゲットです。死にかけあ、元気で、元気元気。おお、いますね。ゲットしました。4匹目か。はい、ゲットです。4匹目おらんかな。はい、メスですね。やっぱ山奥は確率高いですね。発見率が非常に高いです。
飼うとか、これはちょっと時間経ったもんね。メスかな、シデムシが羽を羽ばたいた状態で死んでますね。かわいそうに。何かと思った一瞬、このかっこいい羽ね、これね、かわいそうに。ちっちゃい個体だね。惜しいね。もうちょっと早ければ。近。すごいね。もうこっからは鹿とイノシシね、カモシカとかの領域です。聖域になります。もうそこら中で歩いてます。めっちゃ見てますねこっち。鹿です。怖いな、これ右とね、まだ怖いな。え、これすごいよね。え、これ やってないんちゃう、まだこれ。あ、やんや途中じゃない。え、下の方もやるんじゃない。これ結構これどうやってやるんだろうな。これどう思う、これやばいな、ちょっとどうやって崩れてきたやろ、ほど硬いやつだろうな。もうどうやってしようと思うな、あんなもん。深い山奥でね、こんな水が、湧き水があります。あ、冷たい。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。こういうとこちょっと期待できますよね。カエルね、いないですかね。お、どでかいサワガニが喧嘩してる。すげえ。おお、すげえ。さすが山奥のサワガニ、すごい成長してますね。バカでかいハサミ持ってる。サンショウとかもいそうだな。サワガニが結構いますね。うん、いい環境ですね。三山の死骸ですね。これもちょっと標本にしようかな。持って帰りましょうか。三山の死骸ね。あ、これでかいぞ。これはでかいぞ。これ絶対でかいよ、これ。これでかいよ。これはなかなかのサイズあったよ、これね。これでかかったよ、きっと。サイズあるよ、これ。見て、人差し指ね。これ。いや、これでかいわ。すげえ。こいつを持って帰ろう。ところでこう羽が見えますね。羽が映ってる。ようけ飛んできんよね、これ。クワガタやね、この羽は。これもね。でかいよ、これは。ちょっと僕はドキドキしてますよ、今。ガのサイズがちょっとね、レベルが違うよ。鳥肌やばいよ、これ。スズメガのバカでかいのおるよ、これ。ほら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 、これ。聞きと、あ、ほんまやな、さっぱりするね。あ、確かに。うわー、何これ、何またスズメガの、あ、スズメガやな。あ、まあスズメガな。俺ちょっとまだ、まだにね、ちょっと苦手な。あ、閉めといて、閉めといて。エビトンボやね。うん、こいつも何これ。このタイプのガーもちょっとよくわからん。じゃあどこに対してます？僕のライヘッドライトよく寄ってきそうやね。おお、ガーよくおるわ。でかいんが種類豊富やね。見て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 、ほらこのちびっちゃい、何なんか珍しいみたいなね、もしかしてガーやね。あ、上にもよくおる。止まってる。怖くないですか、山奥ですよ、これ。一人無理なんだな、これは。近所の人の方が怖いんだな、これは。これちょっとどこまで行くの、ね、ここら辺となってきたら、何月のワグマで出てきてもおかしくない。ここはおらんと思うけどね。出てきたら終わりやな。
かやね。渋いね。この岩は祀ってあるの？拝んどこか。こんにちは。